今回の古戦場から極星機という新武器が実装されました。レベル100すなわち3凸、レベル150すなわち4凸でスキルが追加されるので、剣または楽器を4本集めることが目的になります。入手方法は、ヘルからのドロップ、もしくは、新アイテムの極星の昇格15個との交換です。無凸との交換になるので、極星の昇格が60個あれば4本交換でき、3凸が作れます。ここで、極星の昇格ですが、1回の古戦場で獲得できる数が決まっており、戦火ガチャで45個、火砲の古箱で60個の計105個です。もし剣と楽器を両方とも全て交換しようとすると、8本、すなわち、極星の昇格が120個必要なので足りないんですよね。ですので、7本交換、1本ドロップさせようとしている人もいるでしょう。しかし、4凸素材に、極星の昇格45個と転生の欠片が20個要求されます。つまり、2本とも4凸しようとすると、4凸素材だけで90個も消費することになります。ですので、余りは15個ということで、交換できるのは1本だけになり、7本ドロップさせる必要があります。以上より、下手に交換せず、少なくとも古戦場が終わるまでは待っておくのが賢いです。戦火ガチャでは、ニューワールドクォーツと極星の昇格のどちらかを取る予定の人が多そうですが、どちらを取るべきかは古戦場が終わってから判断することもできます。しかし、戦火ガチャの回し忘れだけには注意するようにしましょう。そして、1回の古戦場で2本とも貫突させるのはなかなかにハードルが高く、ヘルでのドロップ率にもよりますが、エンドコンテンツ気味です。一方で、極星の昇格は次回以降にも引き継げるので、2回の古戦場で1本完成を目安にすると現実的ではあります。また、火属性はエッセルのみ、闇属性はシスしかいないので、水有利古戦場、光有利古戦場の時は、極星機は1種類しか追加されないのに、獲得できる極星の昇格の数は同じだと思われるので、そこで調整するのもありだと思います。ちなみに、極星機を砕くと極星の昇格が15個手に入ります。そして、極星機は1本しか編成できないので、5本目以降がドロップしても有効活用できます。ですので、1回の古戦場で105個しか手に入らないと言いましたが、際限なく入手することも可能ではあります。古戦場をがっつり走れるタイミングで余分に集めておき、それ以降の走れない古戦場の時の極星機に回すという方法も一応あります。ということで、今回は、極星機に関する注意事項でした。チャンネル登録と高評価よろしく。それでは、